ある日突然7000万年前に絶滅したと信じられていた恐竜が地球上に姿を現した。彼らは約1億年の間地底に恐竜王国を築いて生き延びてきたのだ。娘さんよく聞いてよ、山男には惚れるなよ、ララ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 帝王ウルルはテレパシーによってはるかに離れた恐竜を意のままに操り先兵として攻撃を開始した。なんだよ、暗くてよくわからんな。なんだ一体。なんだこりゃ。恐竜の光を浴びた動物はこれもウルルの意思通りに動く怪獣となるのだ。行けテラノドン、地球を征服するのだ。なんだありゃ。撃て、人間どもをやっつけろ。怪物としか言いようがありません。30ミリの鉄板を貫通するミサイルを跳ね返したんですからね。その恐竜の意のままに動く赤い犬も拳銃、ライフルなどでは対抗できませんでした。犬による犠牲者が256名ですよ。鳥博士、恐竜が人間の言葉で地球の征服を宣言するとは一体どういうことだ。恐竜はある種の超能力を持っていると思われます。テレパシーによって人間の意思を読み取っているとしか考えられません。山中村で犬を凶暴化させ意のままに暴れさせたのも一種の集団催眠によるものと思われます。うん。で、化け物はまた現れると思うか。きっと来ます。無数の黄色いコウモリが西の方より都内に向け侵入しつつあり、当中継所も襲われ、これ以上の通信は不能。へっ、黄色いコウモリ手下だ。奴らは恐竜に操られているんだ。くそー、今度はコウモリと来やがって。もう親分がいるんだよ、怖い親分が。うん。はい、こちら。アイゼンダー、黄色いコウモリが都内に向かっている。何？よし、ゼン、急いでアイをアイゼン1号へ収容するんだ。了解。ゼン、5分後にこのビルの屋上で待機するわ。オッケー。 D 戦隊発進。
ぞ。おう。ビルの屋上で愛を収容する。全も相手別れ別れじゃ半人前だからな。この席に愛が座ってないと心細いよ。愛伝号スタンバイ OK 発進。ターンリフトオーベイ。恐竜に操られたコウモリが凶暴化したのです。カラージュ、何ですかそりゃ。恐竜のエネルギーによって恐竜の意志を持った怪物にされたのです。しかし驚いた。恐竜はここで我々が恐竜に対する最高会議をやっていることを知っているんですよ。化け物コウモリだ。会議は中止だ。もしもし、もしもし、もしもし。普通だ。鳥居博士、D 戦隊はどうしたんです。ご安心ください。すでに基地を発進しました。もう間もなくここへ到着します。とにかくここを出ましょう。停電でエレベーターは止まっています。よし、階段から降りましょう。おお。急いで。で、D 戦隊はどうしたんだ。ゼン、ゼン、こちらアイ。こちらゼンだ。あと3分で到着する。屋上で待機しろ。でも、ビルがコウモリに襲われているの。え、ビルがコウモリに。大変だ。あ、どうしましょう。よし、コウモリを排除しよう。ええ、空中爆弾を持ってきたからな。あんな化け物コウモリなんか一発でぶっ飛ばしてやるよな。へへ、そういうこと、そういうこと。よし、急ごう。こちら D 戦隊、コウモリを排除して愛を収容します。よし、一刻も早く頼むぞ、ゼン。撃って、コウモリは超短波に弱いはずだ。超短波爆雷を使うんだ。了解。発射。よっしゃ。やったー。よし、屋上へ着陸する。はい、見ろ。ああ、鳥の化け物だ。いや、あれはティラノドンだ。ああ、爆雷だ。よっしゃ。
着陸だ。アイゼン号ジョインタウト。連れてきたのは間違いだった。愛と善が一緒に乗らなければ愛善一号もただの乗り物でしかない。私行きます、善のところへ。はい。だって博士、私が愛善一号に乗らなくては。だがドアの外にはコウモリがいるぞ。行かせてください。よし、コウモリの平行感覚器官は目と目の間だ。コウモリは3匹だ。はい、気をつけて行け。階段を破壊して会議場を孤立させる気だ。頭のいい化け物ぜ。愛さえいてくれたらな。うん、奴をビルから引き離すにはちょっと危険だが、この方法しかない。というと、アイゼン2号を切り離してティラノドンの注意をそっちに引きつけてくれ。その間に俺はキャリーボーインでビルの屋上に上がる。一平、バラさん、頼むぞ。よっしゃ、任しとけって。よし、レイカップスタンバイ。善だ。善、無事だったのね。そっちは大丈夫か。
降伏しないと皆殺しにされてしまうの。よし待ってろ、今迎えに行く。一平、バラさん、一平、バラさん、一軍は横出しになっている、起こしてくれ。もう一度2号で何とかあのテラノドンをビルから引き離してくれ。またかい、あの風圧でやられたらな。何を言うんだ、人間が生き残れるかそれとも恐竜の奴隷になるかの瀬戸際なんだぞ。よし俺も男だ、やるぜ。男は度胸いいでしょ、やってみましょう。絶対大のファイヤー。防具は3分30秒しか戦えない。
3分30秒以内に敵を倒さなければエネルギーの消滅とともに兄弟の命も絶えるのだ。アイゼン、どうしたんだ。今だ。よくやってくれた。恐竜はまた必ずやってくる。地球を守れるのは D 戦隊だけだ。頑張ってくれ。防具はカラージュされ狂った赤いネズミたちが狙うもの。それは石油コンビナートだ。続々と結集する数千数万のネズミたち。次々と大爆発する石油タンク。 D 戦隊出動だ。恐竜ステゴサウルスの出現。飛べ戦えアイゼンボーグ。次回恐竜軍団恐怖のネズミ作戦をお楽しみに。